遠征船、スコティア、サウス、オークニー諸島のローリー島で氷に囲まれている、1903年1904年、スコットランド国営南極遠征は、1902年から1904年に、ウィリアム・スペアーズ・ブルースが編成し、率いた南極遠征である。ブルースは、博物学者であり、元はエディンバラ大学の医学生だった。この体験は、同時期に行われた。 ロバート・ファルコン・スコットが率いたイギリス国営南極遠征の権威の陰に隠れがちで、あるが探検と科学的調査の計画すべてを実行した。その功績の中には、南極圏では初めてである友人の気象観測所設置、ウェッテル海の東に新しい陸地を発見したことなどがあった。生物学と地質学の標本を大量に収集し、 ブルースがそれ以前に集めていたものと合わせて1906年にはスコットランド海洋学研究室を設立することになった。ブルースは1890年代の大半を使って南極や北極地域に遠征しており、1899年までにイギリスでは最も経験ある極限科学者になっていた。1899年3月、ブルースは ディスカバリー遠征への参加を応募した。しかし、2隻目の船を使って、ウェッテル海の市販分で、科学調査を行う要遠征の範囲を拡大するというブルースの提案は、王立地理学会の会長クレメンツ・マーカム教から、誤ったライバル関係として却下されてしまった。ブルースの遠征は、王立スコットランド地理学会が指示し、推進された。この遠征は、 南極探検の英雄時代に行われた遠征の中で最もコスト効果がよく注意深く計画された科学遠征と表現されてきた。それにもかかわらず、ブルースはイギリス政府から正式な栄誉や認知を得ることがなく、活発にロビー活動を行っても遠征隊員には権威ある極権メダルが授与されなかった。ブルースはこの遠征後に、 南極遠征を率いることがなかったが、定期的に北極は訪れた。真剣な科学的探検に注力することは、当時としては流行でなく、スコット、シャクルトン、アムンセンのような極限冒険家とは異なり、その功績は、大衆の記憶からすぐに消えていった。この遠征の今も残る功績は、1903年に、サウスオークニー諸島のローリー島に、オモンドハウスとして設立された。 オルカダス気象観測所であり、現在も運営が続けられている。ウィリアム・スペアーズ・ブルース、遠征隊長ブルースはその学生時代に、著名な指導者であるパトリック・ゲデスト、ジョン・アーサー・トムソンが講師を務めた書きコースで勉強したことで、博物学と海洋学の知識を作り上げていた。海洋学者のジョン・マレー博士のもとで、自発的に働き、チャレンジャー遠征の時に集められた標本の分類を、 手伝っていた。1892年、その遠征から戻ると、サウスジョージアに向かう、自分自身の遠征を組織し始め、私が自分を貪欲にした好みを主張していたが、資金を集められなかった。その後、ベン・ネビス・サム・サン,サンチの気象観測所で働いた。あと、フランツ・ジョゼフ・ランドに向かうジャクソン・ハームズ・ワース遠征に、科学者上司として参加した。 1897年から1899年、ブルースはさらにスピッツベルゲン島に、さらにノバヤゼムリアに、最初はアンドリュー・コーツ少佐が組織した私的な旅で、後には北極海調査船プリンセス・アリスで科学者として北極海に行った。プリンセス・アリスは著名な海洋学者モナコ大公、アルベール一世が所有する船であり、アルベールはブルースの友人かつ支持者になった。 ブルースは1899年に北極から帰った後、ロンドンの王立地理学会に長い手紙を書き、学会が当時編成していた南極遠征の科学者の地位に応募した。ブルースが近年積み重ねていた経験からして、イギリス諸島で当時、他に有能な資格があるようなものはいそうにない状態だった。 ブルースの当時の能力をすべて小説したその手紙は受け取られたが1年以上が過ぎるまで回答がなかった。その1年の間にブルースの考えは科学者スタッフの助手を想定していたものからさらに先に進んでいた。この時別にスコットランドの財源から手当てした遠征の2番目の船を提案し主たる船がロス海で活動する間。 その船はウェッテル海市半分で活動するものとしていた。この提案が王立地理学会会長のクレメンツ・マーカム教から誤ったものと非難され、いくらか熱した文通の後でブルースは独立して遠征を進めることに決めた。こうした経過ではっきりしたスコットランド国営南極遠征という考え方が生まれた。 ブルースは裕福な孔付けに支えられており、ブルースの指導家にスコットランド遠征に対して心からの財政的裏付けを与えてくれた。しかし、その結果としてマーカムから必要な敵意を向けられることになった。スコットランドの西アンデレ十字機、遠征の公式機に使われた1901年秋、ブルースはノルウェーの捕鯨船エクラを2620ポンドで取得した。 その後の数ヶ月間でそれを南極観測専用に完全に改装して、実験室2室、暗室1室をつけ、多くの特殊機械を備えた。甲板には大きな回転灯を2機つけて、長さ6000ファソムのケーブルを巻き、海洋標本を採集するための深海トロール量を可能にした。他にも、水深測量、海水採集、海底標本採集、気象観測、 時期観測のための装置が付けられた。尖閣は南極の氷の圧力に耐えられるよう大々的に補強され補助機関を付けたバークとして再偽装された。このような改装により船にかけた総費用は16,700ポンドまで膨らんだ。この費用を含めて遠征の総経費3万6,000ポンドに対し、高付が3万ポンドを寄付してくれた。 スコティアと改名した、この船は1902年8月に、海上公味が可能となった。遠征の科学スタッフはブルースを含めて6人で、構成された。動物学者はデイビッド・ウィルトンであり、ブルースと同様に、ジャクソン・ハームズワース遠征に参加していた。ロシア北部に住んでいた、数年間で、スキーとソリの技能を獲得していた。ダンディ・ユニバーシティ・カレッジの教員で、 大英博物館植物部の助手をしていたロバート、ラドモア・ブラウンが、大の植物学者になった。ジョン・マレーの下で、チャレンジャーのオフィスで働いたジェームズ・ハービー・ピリーが、地質学者、細菌学者であり、遠征隊の医務士官だった。ロバート・モスマンが気象学と磁気学の観測を指導し、医学生のアラステアロスが白星士だった。ブルースは、トマス・ロバートソンをスコティアの船長に指名した。 ロバートソンは、ダンディ捕鯨遠征で、捕鯨船アクティブを指揮した、南極でも、北極でも経験がある船乗りだった。残りの25人の士官と水夫は3年間の乗務に契約し、すべてが、スコットランド人であり、多くは、捕鯨の航海で、氷の海を旅したことがあった。遠征の目的は、1902年10月に、雑誌、スコティッシュジオグラフィカルマガジンと、王立地理学会の、 ジオグラフィカルジャーナルに掲載された。それには、できるだけ南極点に近いところに、冬の基地を作ること、南極海の深海などの調査、気象学、地質学、生物学、地形学、地球物理学の体系的観測と研究が挙げられていた。この遠征隊の実質的なスコットランド色は、出発の直前に、新聞、スコッツマンに掲載されていた。 この遠征の指導者、科学者と会員のすべてはスコットランド人である。資金の大半は国境のこちら側で集められた。ボランティアの産物であり、同時に南極探検に赴く、遠征隊とは異なり、政府の援助を何も受けていないと記されていた。スコティアは1902年11月2日にスコットランドのトルーンを出発した。南に向かう途中で、 アイルランドのダンレアリー港、マデーラ諸島のフンシャル、カーボベルデに入った後、サンペドロ・サンパウロ群島と呼ばれる赤道上の小さな岩礁群に上陸しようとしたが果たせなかった。この時に大の地質学者でイムシカンであるジェームズ・ハービー・ピリーが危うく命を落とすところだった。ピリーは岩に飛び移ろうとして失敗し、サメのいる海から何とか助け出された。 スコティアは1903年1月6日にフォークランド諸島のポートスタンリーに到着した。そこで南極航海のための物資補給を行った。サウスオークニー諸島1月26日、スコティアは南極海に向かった。2月3日にはサウスオークニー諸島の北で厚い流氷に出会い、避けて通る必要があった。翌日、スコティアは再び南に動くことができ、 小さなタイがサウスオークニー諸島のサドル島に上陸して植物と地質の標本を大量に集めた。氷の状態が悪くてしばらく進行を妨げられていたが2月10日になって南に向かい半走で7ノットの速度が出た。2月17日南位64度18分に達し、その5日後には南位70度を過ぎウェッテル海深く入っていった。 その後まもなく新しい氷ができて、船には脅威となったので、ロバートソン船長が北に向きを変え、南位70度25分に戻った。遠征隊は陸地を見つけられないまま、どこで冬を過ごすか決める必要に迫られた。まもなく海が凍る季節であり、船が氷に捕まる危険性があったので、ことは緊急を要した。ブルースはサウスオークニー諸島に戻り、そこで、 停泊地を見つけるという決断をした。サウスオークニー諸島は南極点まで2000マイル以上離れており、できるだけ南で越冬するという当初の目標には遠かったが、北寄りの位置にはそれなりの利点もあった。船が凍結される期間が比較的短いということは、早春にトローリングや春節を行う時間を持てるということだった。さらにこの諸島は、 南アメリカ本土に比較的近く、気象観測所を開設したとして、高級的に運営できる見込みがあった。オモンドハウススコティアが諸島に着くまでに1、か月間の厳しい航海があった。適当な停泊地を探そうとして何度か失敗し、氷で火事をひどく損傷した後、諸島の最も東寄りにあるローリー島の南岸にある、隠れ場となりそうな湾をやっと見つけた。3月25日、 船は無事怒りを下ろし、岸から4分の1マイル離れた氷の間に収まった。それがすぐに、陶器宿ョ所に転換され、エンジンを取り外し、ボイラーを空にし、骨の天外で甲板を覆った。ブルースは続いて、気象観測、海洋サンプリングのためのトローリング、植物探求旅行、生物学と地質学標本の収集など、包括的な作業計画を策定した。 この時期に完了した主要任務は石造りの建物建設であり、遠征の支持者だったエディンバラ天文台の支配人、ロバート・オモンドからオモンドハウスと名付けた。この建物は提案していた気象研究室を運営するために、ローリー島に残る隊のための居住棟として機能することになった。この建物は土地の材料を使った鑑識石組構造であり、 屋根は木材と骨ので間に合わせた。完成した建物は20フィート平方あり、窓が2つで6人が寝泊まりできるようにした。歴史家のラドモーズ・ブラウンは我々にはモルタルがなく、石膏の道具もなかったことを考え合わせると素晴らしい家であり、長続きするものだった。その後一世紀も続くと考えられたと記した。隊員は外して良好な健康状態を維持した。 例外は、船の機関士であるアラン・ラムゼイであり、南極に向かう、途中のフォークランド諸島で心臓の状態が悪くなっていた。ラムゼイは遠征隊に残るという選択をしたが、冬になるにつれて容態が悪くなり、8月6日に死亡し、島に埋葬された。冬から春に近づくと、活動のレベルが上がり、隣接する島を含め、犬ぞりの旅を何度も行った。時期観測のために、 木造の小屋が建設され、高さ9フィートのケアンを立てて、その頂部にユニオンジャックと、アンデレ十字機を翻させた。スコティアは、再度海洋航行用に改装されたが、9月と10月は氷に閉ざされたままだった。強風で、湾内の氷が割れたのが11月23日であり、自由に浮かび上がった。その4日後、ポートスタンリーに向けて出港し、オモンドハウスには、 ロバート・モスマン指揮する6人の隊が残った。ローリー島の地図、元のオモンドハウス、現、オルカダス基地の位置を示す12月2日、遠征隊はポートスタンリーに到着し、外海からのニュースを初めて受け取った。そこで1週間休息した後、スコティアはブエノスアイレスに向かい、そこで修繕し、次のシーズンに向けて物資の補給を行うことにした。ブルースは、 ブエノスアイレスで別の仕事があった。アルゼンチン政府を説得して、自分の遠征隊が帰った後で、ローリー島の気象観測所の運営責任を引き継いでもらおうという考えだった。ブエノスアイレスに向かう途中、スコティアはラプラタ川三角港で座礁し、数日間立ち往生した後、12月24日にタグボートに助けられて離床志向に入った。その後の4週間、 船が星ドックに入っている間、ブルースはアルゼンチン政府と気象観測所の今後について交渉を行った。イギリスの便利講師で領事であり、アルゼンチン気象局の支配人でもあった W.G. デイビス博士の支援を受けた。イギリスの外務省に電報で接触した時も、特にこの計画に対する反対は出なかった。1904年1月20日、ブルースは合意に達し、 まず、アルゼンチン政府の科学者、助手3人が、ローリー島に行って、1年間、ロバート・モスマンの下で働き、それを、毎年更新される、手配の第一段階とするというものだった。その後に、オモンドハウスの建物、家具と食料、時期と気象観測の装置意識を、アルゼンチン政府に渡す予定だった。この観測所は、その後継続して運営され、何度か建て替えられ、 拡張された。ブエノスアイレスに停泊している間に、当初の隊員の幾人かが隊を離れた。数人は病気のために、一人は違法行為で、告発されたためにであり、代替要員はアルゼンチンで募集した。スコティアは1月21日に、ローリー島に向けて出港し、2月14日に到着した。その1週間後、気象観測隊を残してスコティアは、 ウェッテル海に向けた2回目の航海に出発した。気象観測隊は1年後にアルゼンチンのフォーカンウルグアイが引き取りに来る予定だった。スコットランド国営南極遠征隊が1904年3月に発見したコーツランド。写真は1915年のシャクルトンの遠征隊が撮影。スコティアは南東に向かい、静筆な気象の下をウェッテル海の東水域に進んだ。 南極圏に入っても総標に出くわさず滑らかに進行していたが、3月3日に南位72度18分、成形17度59分で熱い氷に行く手を阻まれた。水深を測ると1131ファソムあり、それまでの2500ファソムより浅かった。これは陸地に近づきつつあることを示唆していた。その数時間後、アイスバリアに出会い、 それ以上南東に進めなくなった。その後の数日間このアイスバリアの周辺を150マイルほど南に回った。アイスバリアの円から2.5マイルの位置で水深を測るとわずか159ファソムであり、アイスバリアの背後に陸地があることを強く示していた。この陸地の外形が間もなくかすかに見えるようになり、ブルースはその陸地を遠征隊の主要な出資者にちなんで、 コーツランドと名付けた。これは、ウェッテル海の高緯度で、初めて東端を示すものであり、この海が以前に考えられていたよりも、小さいことを暗示していた。コーツランドに上陸して、犬ぞりの旅を行うことも計画されたが、海票の状態が悪かったので、ブルースが取りやめる決断をした。ペンギンの傍らでワグパイプを吹くギルバートか、 1904年3月1904年3月9日、スコティアは、この航海で最も南となる南位74度01、分に達した。この地点で、船は氷に固く閉ざされ、冬の間に抜け出せなくなることが予測された。バグパイパーのギルバートカーが、ペンギンにセレナードを着かせる様子を写真に収められたのが、活動できなくなったこの時期だった。しかし、三月十三日、 船は氷から脱出し、蒸気機関を使って、ゆるり北東に動き始めた。航海のこの時期を通じて、水深計測、トローリング、海底サンプリングの定期調査が行われ、ウェッテル海の海洋学と海洋生物に関する包括的な記録が残された。スコティアは、ケープタウンに向かい、その途中で科学者隊が訪れたことの まだなかった南大西洋に浮かぶ独立火山島のゴフ島に立ち寄った。4月21日、ブルースと他に5人の隊員が上陸して1日を過ごし、標本を集めた。その後船はケープタウンに進み、5月6日に到着した。サルダニア湾で研究調査を行った後、スコティアは5月24日に母国への帰還の旅に着いた。途中で、 セントヘレナとアセンション島に寄港した。遠征隊は1904年7月21日にクライドに戻ってきた時に温かい歓迎を受けた。400人を集めた公式レセプションがミルポートの海洋生物学ステーションで開催され、ジョン・マレーが国王エドワード7世からの祝電を読み上げた。ブルースは王立スコットランド地理学会から金メダルを贈られ、ロバートソン船長は 金メダルだった。この遠征隊の特別の功績は1100種以上の動物を分類し、そのうち212種がそれ以前には知られていなったことだった。しかし、マーガム教の影響下にあったロンドンからの公式認知はなく、スコットランド国営南極遠征の業績は無視されるか中傷されるかだった。隊員も権威ある極権メダルを授与されなかった。 そのメダルは、スコティアより2ヶ月後に戻ってきたディスカバリーの隊員には与えられた。このメダルは、アーネスト・シャクルトンのニムロド遠征の隊員にも、ダグラス・モーソンが率いたオーストラリア南極遠征の隊員にも与えられることになった。ブルースはその後も長い間、大きな不公平と考えられるもの、国に対する軽視と、その遠征に対する軽視に対して戦ったが、無駄だった。 スコットランド国営南極遠征に対するロンドン当局が示す高速力のいくらかはブルースの示した明らさまなスコットランド国水主義のせいだった可能性があるラドモーズ・ブラウンが表した遠征の歴史につけた序文の中で科学が遠征の五符である一方スコットランドはその旗で飾られた科学の金の鎖に新しいものを付け加えることで人間に奉仕する努力の中で スコットランドという国が認められなければならない力であることを示したのもそれであるかもしれないという文章に写されていた。ゴーフ島1904年スコットランド国営南極遠征隊がウェッテル海からの基土に立ち寄った。写真は2005年にスティーブン・ショーンが撮影この遠征の重大な結果としてブルースがエディンバラに設立したスコットランド海洋学研究室があり、 1906年にモナコのアルバート大公によって公式にオープンした。この研究室はいくつかの目的があった。スコティアでの公開中に集められた生物学、動物学、地質学の標本に加えて、ブルースがそれ以前の北極や南極業で集めていたものの保管所が一つの役割だった。スコットランド国営南極遠征の科学的報告書が準備される基地が、 その第二だった。極権体験家たちが返することのできる総合本部であり、実際に南線、アムン線、シャクルトンがここを訪れた。スコットランドの他の極権探検もここで計画され、編成された。実際に、ブルースはその後も科学と商業の目的で北極を訪れ続けたが、南極遠征をもう一度率いることはなかった。南極大陸を横断する計画は、 資金不足でつえた。スコットランド国営南極遠征の科学報告書は完成するまでに長い年月を要した。大半は1907年から1920年の間に出版されたが、一巻だけは1992年まで遅れた。研究室を高級的なスコットランド国営会洋楽機関に転換するというブルースの提案は、 資金繰りの難しさで成功せず、1919年には閉鎖を余儀なくされた。ブルースはその2年後に54歳で死んだ。その頃には、スコテアによる遠征は、スコットランドですらほとんど記憶されていなくなった。スコットやシャクルトンのような魅力的な冒険によって、極限歴史の影の部分に入ってしまった。これらの歴史の中で、通常は簡単に述べられるか、客中で処理され、 その功績についてはほとんど注目されなかった。ブルースにはカリスマ性がなく、広告宣伝技術もなく、強力な敵を作る傾向にあった。しかし、海洋学教授のトニー・ライスの言葉では、その遠征が、それ以前あるいは当時の南極遠征のどれよりも、包括的な計画を完遂したと言われた。遠征船スコティアは、第一次世界大戦中に徴用され、輸送船として使われた。 1916年1月18日、ブリストル海峡の砂帯の上で出火し、燃え尽きた。ブルースからの100年後、スコティアの現代版である2003年遠征では、スコットランド国営南極遠征で集められた情報を用いて、サウスジョージアにおける一世紀の間の気候変化を検証する基礎とした。この遠征は、地球温暖化に関する国際的な議論に対する、 厳重客中、ありがとうございます。